陶芸家の渡辺拓馬です。今日は何作って何食べようか。展示場の続きに仕事場があります。備前で一番狭いかもしれない仕事場、2m×3m、 ここで仕事をしています。ろくろ座があって、作業机があって、道具を置く棚があります。立体的かつコンパクトに配置、手に届くところに欲しい道具があるので仕事がやりやすい、狭いながらも快適な空間、まさにコクピット。陶芸家の仕事場としてはまずはろくろ、衣装ケースを置いています。これは中に粘土を入れる箱、備前は一つずつ粘土を玉にするのでそれを入れておきます。その上の蓋にはよく使う道具を隠し、ヘラは用途に応じていろいろ、厚みのあるものないもの、長いもの短いもの、各種あります。鹿革は口を滑らかにするために使います。外ごてはろくろ目を消すときに使います。スクレーバーは粘土を掃除するときに使います。そして皆様お待ちかね、ポットリフト、大きいのと小さいの、異なる半径で使う用途が異なります。ワイヤーハリスは予備を含めて数本置いてあります。ろくろには台を据え付けて使います。基本的に棒引きをしないので、これは備前スタイル、乾かないようにバケツで蓋をしておきます。手水を入れるのは羽釜、これも産地のスタイル。冬場は下にヒーターを置いて温めるということもあります。ろくろ職人っぽい道具もあります。トース缶、削る高さに傷を入れます。傷の入ったところまで削る。作る道具ではないのですが、あると便利なのが孫の手。手が汚れている時ほど重宝します。師匠から弟子時代にいただいた裁縫箱、隠しの引き出しの奥にはヤスリ、ナイフなどの刃物類、危ないので隠しています。手前は道具の材料などが雑多に入っています。しばらく開けることがなかったこの段には型取りゲージが入っています。使い方は針金部分をきれいに整列させてぎゅーっと押し付けます。すると型が写し取られる。本来は考古学や建築などで使う道具、古備前を勉強していた頃に使っていました。今は使うことがない。棒引きするときに使う湿壁は予備を含めて置いています。基本的に水に強い糸で作ります。昔は絹糸、今は水糸、持ち手は水に浮く素材で作っています。手水の中に浮かべておく、すると使いやすい。愛用している湿壁は変則的な形、片方に持ち手、反対側は結び目、糸は短い方が使いやすい。ちなみにワイヤーハリスは軍手の切れ端を結んでいます。ほつれなくて良き。作るものの形に合わせたハベラ、8寸用と7寸用、大きさ、深さ、カーブが異なります。同じ形のものを作る場合に向きます。
生酢皿、弟子の頃に作った汲み出しワイン用、ハベラは備前ではあまり使いません。一つの形につき一つのハベラが必要。ハベラに似ているけれど使い方が異なるヘラ、言い方は分かんない。形を作るための道具、これは土瓶用。急須用、まん丸に引くときにも使います。土瓶、急須、宝品、名前のわからない三兄弟。ろくろ仕事のレギュラー、直径を測る道具、大きいものから小さいものまで。エゴテはろくろをしていて手が届かなくなった時に使います。用途に応じて形はいろいろ。ヘラの予備もあります。道具を落とした時にすぐにリカバリーできるように。団子ゴテ、これはよく使う道具。大中小、団子三兄弟、幅があってしっかり握れます。内ゴテは中から膨らませるための固定、ほぼ使わない。道具を入れている箱はそうめんの箱、年代物ですな。ろくろ仕事でよく使う道具に針があります。丸い端に針をつけています。針はオーク毛という種類、千枚同士も使います。大物で使いますが抵抗感に応じて使い分け。物差しもあります。竹ひごで位置が変えられる。目盛りは5分単位。向きを変えると2寸スタート5寸スタートにスイッチ。ろくろ場での目線はこんな感じ。左に手水、粘土、道具、粘土はこちらに入れてあります。ろくろをこちらで引いて、引き終わったものは三板へ。ろくろは2台あります。仕事場のフォーメーションチェンジ、机の下からろくろが出てきます。削り作業は椅子式で行います。仕上げをする机、手ろくろがあります。高いものと低いもの、乳鉢は自家製製の備前三辺柄、備前の一次粘土。これらについてはまた別の動画でご紹介します。積み木、これは作業しやすい高さに調整するためのもの。実際の使い方、作業はいつも見やすい高さで行います。ちょっと見づらくなると常にやりやすい高さへ変更。積み木はサイズのユニットが決まっているので使いやすい。状況に応じてどんどん変えていきます。最後はひっくり返してサインを入れる。
真横からフォルムのチェック。精密な仕事をするためのヘラ、スパチュラとピンセット。ピンセットは先の形がいろいろありますが、最近お気に入りは逆作動ピンセット。展示台など均衡で使います。100円均一の美容コーナー、ネイル関係で見つけたもの。美容コーナーにてムクつき機おのこは歯医者さんご用達。これはいただきもの。精度の高い仕事で使います。超絶お気に入り。同じような形でも微妙に厚みカーブが異なります。先端を傷めないように浮かしておいています。某駅弁の容器。うちはこれがやたらと多い。この辺りの道具いろいろ。裁縫箱、これは自分で買ったもの。長めの道具の箱、短めの道具の箱、カード系。道具は種類別でなく使う頻度別で管理しています。長めの道具はわがんな、既製品と自作、大物用もあります。櫛はすり鉢の櫛目を入れるもの。石膏用のヘラ、スプーンを叩いて作りました。こういう焼き鳥の串って何かに使えるかもって取っとくんですけど、大体何にも使えない。短めの道具は内容は同じようなもの。短いわかんな。細い棒を書く書は刀印を書くもの。丸い棒は部品を作る。縄文土器の技法で使う竹。葉っぱの葉脈を書くヘラ。ごく薄く削るためのカンナ。かけあぶりも各種あります。帯の子の葉、竹の葉、土によって変えます。100均の美容コーナーで以下省略。この箱に入っている道具が使用頻度が一番高い。当たりをつけるための墨汁、革細工用のポンス。小さいのでなくさないように蓋付きケースに入れています。奥には箱が2段あります。上の箱はよく使うもの。このキノコのような形のものは叩き壺などを作る時の道具。内側にあてがって外から叩く。備前の伝統的な削り方をするための板。これも今は使わない。今使っているのはこれらのカード。料理道具で
パンとかお菓子とかに使っているもの。使う順番に並べ替え、ギザギザで粗削り、金属製でどんどん削ります。削りたいカーブに応じた形を作っておきます。樹脂製で面を整える。いろいろなカーブに対応。表面をならす用もあります。素材別に見ていきます。金属系はジュラルミン、ブリキ、ステンレス、厚みと硬さのバランスが大事。次は樹脂系。削るというよりも面を作るように使います。キッチンツール各種、番外編としてはお菓子に付属しているヘラなど、会員カードとかも使えます。使用頻度が低い道具は蓋付きの箱に入れています。弓、台、小、バカ機関な台、小、ガンガン削れて仕事が早いのですが、大物向きなので頻繁には登場しません。通常の弓に対してコイル状のものもあります。使うときはアタッチメントを入れてテンションをかけて使います。ツルの針を調整。頻繁に使うのは霧吹き、めったに使わないのがガストーチ。カツオのたたきを作ります。裁縫箱、手に取りやすいところにノギス、一番上は文房具、二段目はテストピース、いろいろ、ポンスコレクションもあります。太さ、材質、いろいろ、傘の骨で作ったものもあります。急須、宝品用、古い瀬戸の道具、金工作家の道具、ボールペンの軸、未加工の材料もあるので、またそのうち動画にします。サンドペーパーもごちゃごちゃとあります。一番下の引き出しは買い置きの道具が入っています。曲がる定規は大変便利。取っ手の形にして伸ばすと作るべき長さが分かります。他にも道具はいろいろ。手に取りやすいところにはナイフコレクション、
切り出しナイフの形、パレットナイフを削ったもの、ノコギリの刃をナイフにしたもの、貝割り。貝割りは切るのではなく磨きのヘラ。段ボールカッターもあります。透かし用は自作のもので、両刃の剣先、短いのと長いもの。底の仕上げにするものは竹製。一番使っているナイフはこれ。刃の付き方が通常のナイフの逆。これはピーリングナイフと同じ。野菜の皮むきなど細かい仕事をするのに向きます。その横はあまり使わないものを中心。ダイヤモンドヤスリはカンナを研ぐもの。お菓子の付属品もあります。全く使うことがない、でもいつか使うかもと思ってどんどん貯まる。葉っぱの鉢に入っているのはこんな感じ。さらにその奥には一鎮のスポイト、エアブロー、カメラのエアブロー、子供の頃に買った彫刻刀もあります。国門シリーズで使用。スタンプ各種は未来の化石シリーズで使っています。いろんなフォントを見るたびに買います。虫を捕まえるカプセル、これ大事。蓋コレクションは皿の高台削りで使用します。大小浅い深いいろいろ。記録するものはこちら。アイデアはだいたい方眼ノートに。実際に制作したものの記録は小さなノートに書いています。粘土の種類、重さ、サイズを記載。歯車の型もあります。峠の釜飯の容器は買っただけのコルク栓入れ、旧パッケージ、そして新パッケージ。新しい方は駅名店名が入っています。いつかこれでご飯を炊いてみようか。棚の上の方へ、使用頻度が少ないものが並びます。気になる作家さんの作品集や展覧会の図録。楽譜はいるよね。仕事場のお友達。アンティークの日時計。元は染色作家さんのコレクション。コンパス付き、緯度調整もできます。インドの民芸品。ロストバックスによる鋳造。結構これは出来がいい。バティックの型。バティック自体も好きなのですが、それを作る道具も好き。ナタカゴと鹿の角。うちで使っている未来の化石はこちら。頑張っている感が良い。
視聴ありがとうございました。